い、どうも、キタレです。今回の動画ですね、クワイガンジンのスキルレベル別での解説になります。はい、で、早速ね、使いながら解説していくんですけど、まずね、性能から紹介していきます。はい、で、この積むスキルをね、発動しますと一緒に消せるオビアが出まして、少しの間、つなぐと周りの積むを消す、スキルになります。はい、で、周りの積むを消すっていうか前後に、範囲消去って感じになりますね。で、一応スキル値は3種類出まして、クワイジンとオビワンと、あと、もう一体ノーマル消しの方になるツムが出ます。これですね、このツムでございますね、これですね。はい、で、こっちは、一緒に消せて範囲消去ができるって仕様になってます。はい、で、必要ツム数が23体になってまして、スキルレベルを上げるごとに、0.4 秒ずつ効果時間が増えていきます。はい、スキル1だったら 2.7 秒かななって、スキルマックスで 4.7 秒って感じで、合計、スキル1から6までで2秒ぐらい増えます。はい、で、次に使い方なんですけど、スキル値はできるだけ大チェーンで、スキル3を使ってるんですけど、スキル3であれば、3回大チェーンをできればベストかなと思います。慣れない方だったら、1回の、効果時間中に2回丁寧に大昇級狙えればいいかなと思ってます。はい、結構ね、初級者と中級者上級者結構ね変わってきて、何がね、難しいって、やっぱりロングチェーンをできるだけ早くするのがやっぱ難しいんですよね。落ちてくる途中から見ないといけないんで、そこは難しいかなと思います。一応、補正値も変わりまして、スキル1、2で、マイナス3、スキル、4と5で、補正値がマイナス2、5と6でマイナス1って感じですね。はい、で、次にコイン稼ぎのコツなんですけど、1個目は、できるだけスキル値は大チェーン、これもコツですね。はい、やっぱりね、大チェーンすればするほどコインボーナスが増えていくんで、それが重要かなと思います。はい、コイン稼ぎやったらもうひたすら大チェーンでやっていきます。で、次にもう一つコツがありまして、大チェーンの後なんですけど、余分な積もを消します。こんな感じで、ここやっぱり余分が出ることができてしまうので、そこを消していく。で、余分な積もがずっと溜まってしまうと、やっぱり下の方が消せなくなってくるんですよ。はい、使ったら分かるんだけど、こんなってしまうとここが邪魔になってくるんで、消して、で、しないとやっぱり消せないとこが出てきてしまうので、消せないところを作らないように、消して積もが落ちてくるまでにボムキャンをしながら消すって感じですね。はい、っていう感じです。一応低スキルであればノーアイテム、高スキルだったら54のみで、使っていただくって感じで、はい、いいかなと思ってます。で、次に、スキル中の大チェーンの回数なんですけど、ここをね、スキルレベル別で、解説していきます。はい、で、一応、多分画面に今出してると思うんですけど、スキル1であれば、上級者であれば、2回から3回消していただいて、初級者だったら、1から2回って感じです。はい、で、ちなみに、スキル2だったら、どうなってるのかな。スキル2だったら、上級者3回で初級者2回で、スキル3だったら、上級者3回、初級者2回で、スキル4だと、上級者が3から4回で、初級者で3回で、スキル5だと上級者で4回初級者で3回で、スキル6であれば、初級者が3から4回なんですけど、上級者は4から5回になります。はい、で、この何歩から何っていうのは、これ使い方にもよるんですけど、だいたい1回の大消去が1秒以内に収めれるのであれば可能になってきます。あとはスキル中に詰まってしまったりとか、大チェーン、小チェーンよりの大チェーンですね、だから中チェーンですね、30消去ぐらい30勝負20前半後半あたりなってくると、またね、変わってくるんで、そこを含めの話になってきます。はい、で、スキル1なんですけど、スキル1で初級者の場合1から2回で変えてるんですが、やっぱり初級者の方ってやっぱつなぐの遅いのももちろんなんですけど、落ちてくる途中も見れないことが多かったりするんですよ。やっぱり難しいって感じる方もいるんでね、向き不向きってがあるんで、で、もしも1回でやる場合は、こんな感じでちょっと消していただいて、もうゆっくりなぞって消すという感じにしていただければいいかなと思います。はい、まあね、結構ね、使ってると思うんだけど、やっぱ詰まってしまうんですよね。で、詰まってしまうから、やっぱり大チェーンできる回数が減ってしまうのもあるんで、そこはやっぱ難しいとは思います。で、なんか初級者にはちょっと難しいんで、慣れるまでかなりね、時間がかかりますね、この詰むは。はい、で、逆に、スキル6の方
なんですけど、スキル6だと上級者が4回から5回になってるんですけど、基本的には4回2です。でもしも時間が余ってしまった場合、5回目狙うって感じでもいいし、途中あえて20チェーンあたり何回か出して残った時間で一気に第1チェーン狙うって感じでもいいかなと思います。はい。で、初級者の方も3から4回っていう風にしてるんですけど、こちらも、まあ、できれば4回がいいので、あくまでも3回って感じで考えていただければいいかなと思ってます。はい。慣れたらね、初級者の方でも4回いけるのかな。ただやっぱり詰まってしまうからそこは難しいと思いますね。ただしこの積むのいいところは、あのスキル中一瞬で消えるのでボブキャンをしなくていいんですよ。でそれがねやっぱりいいところかなと思ってます。あの他の積むだと、あの大消去した後にどうしてもフィーバー中でも、まあ、ちょっと 1,2 秒ぐらい消す時間とかねあったりするので、そこはねなくなるので余分に、ボムを使うことができる。だから余分な積むを、ボムキャンで消して落ちてくるときにつなげれるって感じなんで、ね、そこがいいかなと思ってます。で他にあのコツなんですけど、まあ、大体さっきも言いました1回に1部つなげるってなったらベスト、まあ、これもそうなんですけど、さらにこれをつなぎやすくする効率としてのやり方として、ロングチェーンの後、まあ、完全に積むが落ちてくる前に積むを消す、消すかつなぐ、でこれをしていけば確実に、消せる回数が増やせるようになるんじゃないかなと思ってます。はい。だから完全に落ちてから消すっていうよりかは、あの落ちてくる土地につないで、だからあえてツムを残すってパターンでもいいです。最初慣れないうちは、まあ、慣れたら落ちてくる土地につないで、ツムが残っていったら、まあ、そこからつなぐって感じで、だからこれだったらここ残ってるんでここからつなぐ、でこのボムキャンで落ちてくる途中につなぎたいんだけど、ちょっと難しいね難しい。でもね、あの最初慣れないうちはもうツムをあえて1個か2個残していただくっていうのもいいし、まあ、そのつなぐ時間をあえて余分なツムを消す時間に当てて、で第一に狙うって感じでも全然いいのかなと思ってます。はい。もう本当難しいです。あのこのツム本当に見づらいから、どうしても違うとこつないじゃうんだよねそう、そこは難しいですね。出しても慣れたら本当強いんで、あとはあの、まあ、できればスキル中は繰り越しができればいいかなと思ってます。はい。スキル中っていうか、あのスキルゲージの繰り越しですね。はい。やっぱりこのツムスキル中どうしてもツムが半減してしまうんですよ。スキルゲージに溜まるツムが。はい。だからスキル中はだいたい2分の1か3分の1ぐらい、まあ、2分の1なのかなぐらいには減ってしまうので、だから、発動時にスキル連打をしてできるだけ効率を上げる、こんな感じでスキルちょっと貯めて効率よくするって感じでできればベストかなと思います。はい。って感じで以上かな。とりあえず私が言えるコツは、まあ、この、最初に言いましたスキル中の第一チェーンと、あとボムキャンでもいいので余分な粒を消すですね。はい。でそれができる方は、まあ、できれば効率を上げるために空中で消すようにできるとベストって感じです。はい。あとは、スキルゲージの繰り越しですね。はい。でこの、重要なこと2つと、もうカッコもう2つって感じです。はい。ということで以上になります。よろしかったらね、ぜひね参考にしていただいて、小屋がんじんで皆さんねぜひコイン稼ぎしてください。はい。ということで以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。